皆さんは滋賀県の湖南市甲賀市をご存知ですか？新名神の開通により大阪や名古屋方面から約1時間でアクセスができるようになりました。忍者やお茶、歴史のあふれる地域で滋賀県でも有数の観光スポットです。まだまだ知られていない魅力的な観光資源が数多く存在しています。そこで湖南・甲賀の素敵なスポットを紹介していきます。湖南市は情緒ある宿場町の町並みや社寺仏閣などがあり、散策を楽しめるスポットです。また心癒される自然を体感することができます。湖南市にある三松山の斜面だけに自生する美しい松と呼ばれる松は、扇状に広がった珍しい松で国の天然記念物にも指定されています。湖南三山と言われる3つの寺院を訪れたり、温泉もあるので散策で疲れた後にゆったりとくつろげます。現在は湖南市長や湖南市議会などユニークな取り組みを行っています。甲賀市は甲賀流忍者発祥の地として有名です。市内には甲賀流忍術屋敷や甲賀の里忍術村があり、隠し扉や手裏剣投げを体験することができます。甲賀流忍術屋敷は忍者自身の住居として現存する日本で唯一の建物です。忍者が薬の調合を得意としていたことから、人と薬の関わりを体験学習できる甲賀市薬学習館という施設もあります。また甲賀市はお茶の産地としても有名で、土山茶や浅宮茶といった高品質のお茶を楽しむことができます。道の駅愛の土山では土山茶の無料サービスが好評です。甲賀市西部にある信楽町では日本六古窯の一つで、たぬきの焼き物で有名な信楽焼の陶芸体験ができます。徳川家康は1601年、江戸と京都を結ぶ重要な街道として東海道に53の宿場を設け、東海道53次を開設しました。現在の甲賀市には土山宿と水口宿が、また湖南市には石部宿があります。土山宿は東海道53次の49番目の宿場です。鈴鹿峠のふもとにあり、峠を行き来した孫が歌った鈴鹿孫歌では愛の土山と呼ばれています。現在は土山茶の産地として有名で、茶所として栄えています。水口宿は東海道53区に50番目の宿場です。水口城の城下町として栄えた宿場で、街道一の人止め場と言われるほどの賑わいを見せました。水口城跡や曳山など文化を感じることができるスポットです。石部宿は東海道53次の51番目の宿場です。石部宿は京立石部泊まりと言われ、京都を出て1日の行程にあり、東海道を利用する人たちにとって重要なスポットでした。信楽町は東都と呼ばれるほど焼き物が盛んな地域です。この地域で作られるのがタヌキの置物で有名な信楽焼です。もちろんタヌキだけでなく、信楽の土は小さなものから大きなものまで作りやすいので、様々な器やインテリア、エクステリアまで幅広く商品が作られています。近年ではモダンな現代陶芸も盛んであり、若い方にも人気があります。
また信楽焼の体験ができる工房も増え、観光客でにぎわっています。一方で湖南市にも下田焼といわれる焼き物があります。下田焼は藍色の鮮やかな色合いとシンプルな柄が特徴で、素朴なデザインが人気を呼んでいます。高温で焼くため耐久性が高く、日常で使う食器としても愛されています。歴史と文化に育まれた湖南市、甲賀市には生活と密着した祭りが数多く残っており、今もなお伝承されています。湖南市の祭事は春のお田植え祭から始まります。毎年5月1日の大祭の奉納行事として比叡神社で行われ、お化粧をした子どもたちが色鮮やかな衣装で踊ります。7月には毎年23日に行われる愛宕祭りがあります。愛宕さんとは鎮火の神様と言われ、参道沿いには楽しい絵を描いた行燈を設置し、お祭りムードを盛り上げます。また盆の湖辺の湖祭は独特の祭事スタイルから天下の奇祭と言われています。冬には鬼が登場する祭事が2つ行われます。1月、湖南三山の一つである長寿寺で行われる鬼走りは、住職の来場と大太鼓やほら貝等の音で賑やかになる中、本堂の中を鬼が走り、悪霊追放と家内安全を願います。2月3日にはこちらも湖南三山の一つである善水寺で節分会が行われます。この豆まきは鬼は打ち、福は打ちと言われ、赤鬼、青鬼、清鬼が登場し、住職の説法があります。甲賀市の春を告げる西洋軍港は、古式ゆかしき旅の様子を今に再現したもので、毎年3月の第4日曜日に大野小学校から垂水西洋頓宮跡までを練り歩きます。水口引山祭りは4月20日に開催され、江戸時代中期に町民の力によって作り出された祭礼で、町の繁栄と町民の心意気を示すものです。祭り前日の宵宮祭は情緒豊かな風情があり、代わって本祭となる例大祭は朝各町内を出発した引山が迫力のある雰囲気を出しており、見る人を引きつけてやみません。また5年に一度だけ行われる油火神社のやっこぶりは滋賀県の無形民俗文化財に指定されています。夏、忍者の里、甲賀らしい祭りが7月7日矢川神社で繰り広げられます。神社の境内を色とりどりの笹が目にも美しい七夕祭りです。夜の訪れとともに神社の境内は雰囲気が一転、荒々しくかつ壮大な手筒花火が奉納されます。厄除けの神様で知られる田村神社は、毎年2月17日、18日、19日に厄除け祭が行われ、県内外から多くの参拝客が訪れます。一方、信楽町でも7月に行われる夏の風物詩火祭りが盛大に行われ、約700本もの松明が奉納されます。新宮神社を出発し、愛宕山から陶器神社を経て奉納される松明隊が帰る頃、町では鮮やかな花火が打ち上げられます。信楽の秋の初めに行われる太鼓踊りは、牧地区にある菊母神社で行われます。もともとは雨乞い行事に伴う踊りだったと言われ、音頭取りの歌に合わせ太鼓を叩きながら踊り、13種類の踊りを踊ります。昭和42年には県の無形選択民俗芸能に指定されています。そして信楽の大きなイベント、陶器祭り。毎年10月の体育の日を含む3連休の3日間、信楽焼の即売を中心に行われ、全国から焼き物ファンが集まります。
湖南市には湖南三山と言われる3つの寺院が特に有名です。湖南三山は阿勢山常楽寺、阿勢山長寿寺、岩根山禅水寺の3つの寺院の総称で、それぞれの寺院の本堂が国宝に指定されています。常楽寺には33体の観音が祀られており、本堂以外に三重の塔も国宝に指定されています。長寿寺には本堂と一体で国宝に指定されている春日寿司をはじめ、数多くの重要文化財が安置されている歴史の宝庫です。禅水寺は岩根山の中腹に位置する山岳寺で、本尊薬師如来像など数多くの重要文化財が安置されています。また境内にあふれる湧き水は桓武天皇の病を併癒した霊水としても有名で、この湧き水を目的に禅水寺を訪れる人も多くいます。甲賀市にも多くの社寺仏閣が存在します。甲賀市中心部水口にある水口神社は1100年前から存在している由緒正しき古社です。田村神社は初代征夷大将軍である坂の上の田村麻呂をご祭神とした神社です。甲賀六大寺の一つ楽屋寺では、地元の子どもたちによる奉納相撲という秋祭りが行われています。これは約1200年前に坂の上の田村麻呂が征夷討伐のお礼に奉納したのが始まりと言われ、今日まで継承されている伝統的な祭りです。信楽地域には信楽の宮跡があります。信楽の宮とは742年からわずか数年のみ存在した都です。存在した期間が大変短かったため、平成12年に宮町遺跡で宮殿跡が発見されるまでは幻の都と言われていました。さまざまな魅力を持った町、湖南市甲賀市を知っていただけましたか？ここでは紹介しきれなかった素敵なスポットや注目ポイントが見つかるかもしれません。大阪や京都からでも1時間程度でアクセスできます。あふれる自然と歴史の奥深さを体験してみてはいかがでしょうか。